海復都市記は日本の政治家。第76、77代内閣総理大臣を歴任した。議会は小二、君党は大君一喫大事賞である。衆議院議員、労働政務次官、内閣官房副長官、自由民主党国会対策委員長、文部大臣、自由民主党総裁、大倉大臣、新進党党首などを歴任した。 国際天文学連合会長の海駒の利を、2008年にノーベル物理学賞を受賞した小林誠の重慶である。名古屋市東区七曲町に生まれる。6人兄弟の長男だった。家業は祖父が明治時代に創業した中村写真館。店は中草会の松坂屋名古屋店の北側にあった。1943年3月、名古屋市立南久屋国民学校卒業。 旧制愛知一中を受験するが不合格。同じ学校から受けた11人のうち9人が受かり、落ちたのは開封を含め2人だった。同年4月、旧制東海中学に入学。学徒動員により、名古屋市東区大港町にあった三菱重工業の工場で働かされる。航空機のエンジン部品作りに明け暮れた。1945年、少年飛行兵学校に合格。 10月に入校することが決まるが、その前に敗戦を迎える。旧正中央大学専門部法科卒業後は、河野金賞の秘書になる。新生早稲田大学第二法学部法律学科に編入学。中大在学時は中央大学自立学会に、総大在学時は早稲田大学有弁会に所属した。1956年には、 阿瀬田大学大学院法学研究科修士課程中退して学生時代から勤めた河野金賞の秘書に専念する1957年11月17日旧岐阜一区の柳原三郎衆議院議員の手伝いをしていた岐阜県美濃市出身の女性と結婚1958年3月29日川野が急死後継候補の一人に押し上げられるが 三木武雄の判断で妻の河野孝子が地盤を引き継ぐこととなった。同年4月20日、教師の秘書となり、5月22日に行われた第28回衆議院議員総選挙で教師は初当選した。1960年9月16日、河野孝子の代わりに秘書の回付が次期衆院選、旧愛知県第三区に立候補することが決定。同年11月20日に行われた、 第29回衆議院議員総選挙で全国最年少で初当選した。1960年12月自民党青年局学生部長に就任。1964年青年海外協力隊の構想をまとめアフリカを横断調査。同団体の創設に力を注いだ。1965年には自民党青年局長となった。 1971年頃まで一宮市申請で借家住まいをし、その後、同志平は一丁目に自宅兼事務所を構えた。三木派が河本派に移行してからは、1994年に離党するまでの間、名実ともにとして河本敏夫を支えたが、河本とは対照的に資金的な貢献が少なかったため、財布と時期とあだなされた。 ニューリーダーの次を狙う政治家として橋本龍太郎、藤波隆夫らと共に、ネオニューリーダーと呼ばれた。早稲田大学郵弁会の先輩である竹下登ら、総大出身者との親交が深かったため、現住所河本派、本籍竹下派とも言われた。竹下が総理になった暁には、河本派を離脱して竹下のもとに長せ参じるのではと囁かれたこともある。 1966年に労働政務次官。1972年に衆議院議員運営委員長。1973年に自民党人事局長。1974年に自民党副幹事長などの要職を歴任する。1974年には三木武を内閣の官房副長官に就任する。官房長官の井出一太郎の代わりにランブイエサミットの調整を行い。 1975年ストケンスト問題の時には政府の窓口として労政交渉や野党対応マスコミ討論を担当する1976年9月自民党国会対策委員長に就任同年12月福田武雄内閣で文部大臣として初入閣を果たした石原慎太郎とともに昭和生まれ初の大臣であった1985年 第二次中曽根内閣で再び文部大臣を務めた。文部大臣時代の業績として共通一次試験の導入が挙げられる。1989年7月24日、宇野宗介首相が第15回参議院議員通常選挙敗北の責任を取り辞意を表明。当時、主な有力議員は軒並みリクルート事件に関与していた。中曽根康弘は責任を取って離党。 安倍晋太郎、宮沢貴一、渡辺道夫らニューリーダーは自民党が定めた、1年間、もしくは次の総選挙まで党の、役職を辞退する、という内規の対象となり、謹慎中の身であり、次第派閥はいずれも後釜の総裁候補を出せる状態になかった。宇野が辞意を表明した7月24日、安倍が退院した。同日、小沢一郎、梶山清六、奥田慶和ら、 竹下派幹部は意見交換した。どの派もリーダーが総理になる前にが手を挙げるわけにはいかない事情があったが、梶山はこの席で、橋本総裁でもいいと発言。特に異論は起こらなかったため、一部に、橋本氏擁立との情報が伝わった。竹下の異中の候補は、早稲田大学有弁会の後輩で親しい関係にある会部であった。クリーンなイメージはリクルート後にはふさわしかったし、 再登板も視野に影響力を維持したい竹下にとっては、若くはあるが決定的な世代交代に至らないという点でも好ましかった。何より中小派閥の出身で独自に強い政治基盤を持たない海部は竹下にとって統制しやすい存在でもあった。当時、竹下と海部は長田町 TBR ビルに事務所を構えていた。竹下は4階、海部は10階。 竹下に呼ばれた海部は7月26日、人目を忍ぶように竹下事務所に足を運んだ。